はい、それでは今日も未来の自分自身に、おはようございます。はい、それでは今日の日付はですね、2023年令和5年の12月19日の火曜日。今日も日本経済新聞の朝刊からいろいろと今の社会情勢を学びつつ、朝からしっかりと文字を読んで音読をして、口を動かして声を出していく、そんな練習を行っていきます。ということで今日はですね、12月の19日ということで、昨日は晴れて一日気持ちのいい青空でですね、気温も10度ちょっとぐらいということで、キリッとした寒さの気持ちいい一日でしたけれども、今朝はですね、曇り空で気温がまあ10度ぐらいまで上がるということですが、ちょっと晴れ間というか太陽が隠れているので、昨日よりは少し体感温度も下がってくるかなというところですが、今週の後半は昨日も言ったように晴れていてもですね、気温が10度に届かない日も出てくるようなので、いよいよ12月後半、本格的な冬の寒さに差し掛かっているので、まあもう新年を迎える直前ですから、大体平年的にもですね、例年的にもこんな気温なんだろうなと思いますが、今年はちょっと暖かすぎたので体が少しその寒さに慣れていないので、十分ですね、寒さ対策もしっかりして、まあ、昨日からようやく個人的にもですね、マフラーを巻いて、職場に来るようになってきたので、まあ、これから先はちょっとマフラーが欠かさない季節に入ってきたというところです。で、今日ですね、朝この職場に向かってくる途中、自分の中で、頭に浮かんできた四文字熟語についてはですね、元関脇の寺尾関、でですね、まあ、錣山親方の訃報に学ぶですね、烈士巡名という言葉になりました。一昨日ぐらいに聞いたニュースだったと思いますけれども、元関脇のですね、寺尾関であった、錣山親方が60歳でお亡くなりになったということで、年齢的にも比較的近いということで少し驚きましたし、現役時代の何よりも強かった、寺尾関を知っている世代としてはですね、本当に残念だなというふうに思っています。このですね、兄弟関取ということで、寺尾関と、特にですね、まあ、3兄弟で3人とも、一番上の長男の方は十両だったようですけれども、逆鉾というお兄さんと一緒にですね、関脇を務めていた時代もあったことをよく覚えているし、2人とも強くてですね、兄弟というと、まあ、若鷹兄弟が何よりも有名ではありますけれども、個人的にはですね、この寺尾坂鉾、坂鉾寺尾兄弟もですね、渋くてすごく好きだったなということをよく覚えています。で、このですね、烈士巡名という言葉については、烈士というのはやはりこの、なんて言うんでしょうね、心が通った、この道理の通った正しい行動を行う人というようなイメージというか、まあ、そういう言葉となっていて、昔でいうところのですね、こう獅子というか、明治維新をこう掴み取ってきた、切り開いてきたという人たちが獅子という言葉を使っていましたけれども、まあ、それに近いようなイメージであるかなという気がして、まあ、烈士、そして巡名の巡はですね、ちょっと字が違いますけれども、巡職というような言葉にも近いようなイメージで、捧げるというような、まあ、そんな言葉がですね、そんなニュアンスが込められている、含まれているということになっていますので、このですね、道理が通った正しい行動を行うような人は、自分の命をですね、捧げるような感覚で、この自分の伝えたい言葉とか、自分の正しい道理などをですね、伝えていくというような、まあ、そんな意味での四文字熟語ということです。なので、この寺尾関のですね、元寺尾関、まあ、錣山親方が育てた力士としてですね、阿炎関というですね、関取が今、この何て言うんでしょうね、まあ、実際にこの本場所を沸かしている存在となっています。いつもですね、なんとなくそんなにしょっちゅう相撲を見ていたわけではないですけれども、たまに見かけることがあると、この錣山親方が阿炎のですね、取り組みに関して非常に厳しいことを言っていた、どんなにですね、勝ったとしてもまだまだだということで、やはりこう勝って兜を押しめるようなことを、アドバイスをですね、常に口にしていたことをよく覚えていて、まあ、それがですね、烈士巡名というイメージの四文字熟語のイメージにつながったということになっています。
まあ、やはりですね、この人を育てるとか、やはりこの関取だとかですね、ましてこの相撲の世界は非常に厳しい世界の中で、勝ち残っていく、出世していくということは本当に大変なことだということを身をもって自分の現役時代を含め理解をしている方だからこそですね、伝えられる厳しい、言葉とか厳しい指導ということであって、まあ、それが弟子巡礼でもあると思うし、それでもですね、育つ、まあ、弟子はですね、わずかであって、阿炎関もその中の一人ですけれども、まあ、そういうですね、関取を育てていくということの大変さもよくご存知だっただろうと思うし、まあ、それがですね、このテレビの中での、この仮に、阿炎関の取り組みの後にですね、出る感想としては、やはり、出直しですとかですね、またまだまだ物足りないというような言葉になっていたのではないかなというふうに、なんとなく今思えばですね、そんな感じが伝わってきたと思います。なので自分自身もですね、翻って烈士巡礼のような感覚で人に物を伝えていられるかどうかということを考えると、やはりそれこそ自分もまだまだだなというふうに思ったりもするので、この元関脇寺尾関錣山親方の訃報に学ぶ烈士巡礼という言葉をですね、自分なりに心に置いて、まあそれだけ自分のですね、思ったことを正しいと思う道理が通るようなことを人に命を懸けてでも伝えていくというようなことをですね、意識をして、まあ、それでいながらもですね、やはり少しでもその期間を長くすることができるように自分の健康管理というものには気をしっかりと使っていきたいというふうに感じたので、今日はこの烈士巡礼という言葉を自分なりに頭に置いて一日穏やかに過ごしたいというふうに思います。ということで今日もですね、昨日の日経平均株価の終値を確認しておくと、昨日の日経平均株価の終値は32,758円98銭、32,758円98銭ということで、先週末の金曜日に比べるとマイナス211円57銭、-211円57銭ということで、またですね、3万3000円台近くからですね、だいぶ後退しているというようなイメージですね。そしてですね、今日の円ドル相場については1ドル142円38銭から40銭、142円38銭から40銭ということで、先週末の金曜日に比べると42銭の円安ということで、先週末の金曜日は141円台でしたから、142円台に入って昨日は取引を終えていたようです。で、今日音読の題材に取り上げたい一つ目の記事については、今日の日本経済新聞朝刊社説の一つ目からで、タイトルは中国経済の復活には民間の活力が必要だということで、また中国問題となっているようですので、こちらをまず一つ目の音読の題材として学んでおきたいと思います。中国経済の復活には民間の活力が必要だ。中国経済の先行きは楽観できる状況にない。にもかかわらず、習近平政権の動きは鈍い。民間の活力を引き出し、景気を成長軌道に戻す政策が必要だ。中国では不動産普及を起点とする内需不足が続いている。消費動向を移す小売売上高は11月に前月を 0.06% 下回り、4ヶ月ぶりのマイナスとなった。関連産業を含めれば国内総生産 GDP の3割を占めると言われる不動産業が振るわない。1月から11月の新築住宅販売面積は前年の同期に比べ 7.3% 減少。不動産大手の中国、恒大集団などの経営危機は出口が見えない。若者らの失業も深刻なままだ。先行きへの不安が消費者心理に暗い影を落とす。需要が増えないから物価が上がらない。11月の消費者物価指数 CPI は前年同月に比べ 0.5% 下落。2ヶ月連続のマイナスで、中国経済は本格的なデフレに陥る瀬戸際にある。足りない需要を穴埋めするために政府が積極的に動くべき局面だ。習政権は10月に1兆元、約20兆円の国債の増発を決めた。12月の半ばに開いた2024年の経済政策を話し合う中央経済工作会議でも積極財政を強化する方針を確認。しかし具体的な内容に乏しく、市場ではむしろ習政権が新たな財政出動に慎重との見方が広がる。何より経済をどう立て直し成長軌道に戻すかの戦略が見えてこない。
中国共産党の関連に従えば年内に開くはずだった中央委員会第3回全体会議三中全会は年明け以降に先送りされた模様だ。中長期の発展戦略を示す重要会議を開けないのは習政権が経済再生への青写真を描けていない表れと取られても仕方がない。中国では共産党が統制する国有企業が力を強め、民間企業の活動を圧迫する国進民退と呼ばれる現象が顕著。習政権は経済より共産党による一党支配の強化を最優先しているのではないか。そんな不安を拭えない。中国では民間企業の雇用の8割を、中国で民間企業は雇用の8割を担う。イノベーションを生み出すエンジンの役割も果たしてきた。その活力を取り戻さない限り中国経済の復活はありえない。それがひいては世界経済の安定にもつながる。習政権は肝に銘じてほしい。ということで、私たちからは分かりにくい中国経済の話でしたけれど、いつもこの手の中国に関する記事を読むと、本当に日本はですね、人のことを言ってる場合じゃないというか、中国経済に対してですね、このように、釘を刺すというか提言をしているよりもですね、日本経済そのものが、デフレ、長いデフレから立ち直れていない状況の中で、中国頼みみたいなですね、中国がしっかりしてほしいみたいな、そういうことを言ってるわけではないと思いますけれども、私たちは私たちなりにですね、できることで日本の産業をやはり強くしていくという、そういうマインドを持たなければ、中国に対して何を言ったところで、中国も説得力を持って、聞く耳を持つことがないでしょうし、我々もですね、言っているだけ虚しくなってしまうだけでもあると思うので、こういう記事はしっかりこれはこれで、なんて言うんでしょうね、割り切って読んで学んでおくとして、日々自分たちができることをやるということに、しっかりと、軸足というかですね、地に足をつけるような感覚でこの手の記事は接していきたいなというふうに思います。で、2つ目の音読の題材としてはですね、今日の日本経済新聞朝刊社説の2つ目からで、タイトルはですね、普及への課題多い認知症薬ということで、レカネマブというアルツハイマー病対策の治療薬が、保険適用されることになったということでですね、非常に高額な薬ではあるようなので、この、なんていうんでしょうね、政策、薬事政策がどのようになっていくのかということの一つの題材として、こちらもですね、しっかり今の社会情勢の問題でもあるので、学んでおきたいというふうに思います。普及への課題多い認知症薬、アルツハイマー病の進行を緩やかにする治療薬レカネマブが12月20日から保険適用される。認知症治療の新たな一歩となるが、投与できる患者数は一部にとどまる。普及には解決すべき多くの課題がある。レカネマブはエーザイが米国のバイオジェンと共同開発した。アルツハイマー病の原因物質の一つとされるタンパク質を患者の脳内から取り除く。臨床試験、治験では病気の進行スピードを 27% 緩やかにする効果が確認された。厚生労働省は薬の公定価格である薬価を定め、体重 50kg の人のケースで年間約298万円となった。ただ高額医療費の負担に上限を定める制度があるため、患者の負担は70歳以上の一般所得者で年間14万4000円で済む。画期的だが、高額な薬の薬価設定はまだ手探りの段階。医療保険財政への影響を懸念する声がある一方、イノベーションをきちんと評価する必要性を指摘する意見もある。レカネマブは高額の薬価としつつ、副作用に適切に対応するため、投与可能な医療機関が限定された。このため投与患者の見込みは2031年に3万2000人と、エーザイが推計する対象患者数120万人を大きく下回る。薬剤費の総額は2031年時点で986億円にとどまり、保険財政への影響も現時点では限定的だ。今後はより多くの患者に薬を届けられるよう医療体制を拡充する必要がある。認知症診療に対応できる専門医や原因物質の蓄積状況を検査できる施設を増やすことなどが課題になる。
同時に投与患者が増えた場合に巨額の費用を医療保険でどう受け止めるのか、今から対策を練る必要もある。全処方薬の費用対効果を検証し、効果が小さい薬を保険適用から外すなどといった議論を深めていくべきだ。レカネマブは認知症の高齢者の介護費を削減する効果も期待される。介護保険と財政面での調整も検討課題になるということなので、この手の薬がですね、ある程度使いやすくなってくるということで助かる人たちがたくさんいるのであれば、それはそれで素晴らしいなと思ったりもしますが、年間ですね298万円、約300万円近い金額、上額のですね制度があるということで、そこまでいかないということでですね、300万円かけて得られる効果ということを仮にかける必要もあるのかもしれないし、私たち自身もですね、この手の薬にできるだけ世話になることがないように、日頃からの健康管理ですとか生活習慣というものをきちんと保つことによって、こういうですね高額な薬にお世話になることもならずに済むことになるかもしれません。そのようなことも含めてですね、この薬事行政というものがどのように変化していくのか、進化していくのか、移り変わっていくのかということも、この手の記事やですね新聞記事などで学びつつですね、これも私たちの健康、すべての社会現象の一つということになりますから、この先も機会を見てですね、実際にこれから先保険適用された後にどうなっていくのかということも、と確認し続けていきたいなというふうに思います。そして3つ目の音読の題材としてはですね、タイトルを確認すると、赤字郵便給与の値上げということで、封書が110円に、はがきも85円にもですね、来年の秋にもなるかもしれないということで、もう議論が具体的に始まっているということだそうですから、私たちの本当に身の回りの出来事として、これはですね、一番身近な話として確認しておきたいと思います。赤字郵便給与の値上げ、封書110円、はがき85円、来年の秋にもということです。郵便料金の大幅値上げに向けた議論が始まった。総務省は12月18日、25g 以下の定型の封書について、上限料金を84円から110円に引き上げる案を公表。日本郵便は、省令改正を受けて来年の秋にも値上げする方針。郵便物の取扱量は減少が続き、収益の確保や効率化によるコスト圧縮は喫緊の課題になる。日本郵便は2024年秋以降に 25g 以下に加えて 50g 以下の定型の封書も94円から110円に引き上げる。定型の封書の値上げが実現すれば、消費増税を除いて1994年以来30年ぶり、重さに応じて分ける2つの料金区分を統一するのは初めてになる。 25g 以下の定型封書は郵便法の関連省令で上限料金を定める。総務省は12月18日26円値上げをして110円にする改正案を総務省の情報通信行政郵政行政審議会に諮問。審議会は来年の春にも最終判断をして、早ければ2024年来年の6月に改正省令を施行する。日本郵便は2017年に23年ぶりに値上げをしたはがきも、現在の63円から 35% 増の85円に引き上げる方針。郵便物は過去20年ほどで 45% 減り、2028年度にはピークの2001年度の半分以下まで減る見通し。メールや SNS の普及により企業間、個人間ともに需要が落ち込み、足元では原料費や人件費の上昇が追い打ちをかける。日本郵便は郵便物の落ち込みをゆうパックなどの宅配サービスでカバーする戦略を掲げてきた。しかし、宅配を含めた全体の取扱量も2001年度から2022年度にかけて3割減少。ネット通販の市場拡大の恩恵などは十分に取り込めていない。総務省は今回の料金見直しを最小限の値上げ幅にしたと説明する。一連の料金を見直せば、2025年度に郵便事業が黒字化する計算。
それでも2026年度以降は再び赤字になり、経営状況に応じ短期間での再度の見直しも念頭にあると総務省のお話。日本郵便は10月に速達過程を記録する書き留めについては1割程度、国際郵便は送り先などにより2割から3割値上げした。宅配でも U パックの基本運賃を平均で約1割引き上げた。親会社の日本郵便の増田博也社長は11月料金改定を進めるとともにサービス改善に取り組むと説明。料金改定と並び省人化などによるコスト削減も課題になる。日本郵便はドローン、小型無人機やロボットを使った配達の配送の実用化に取り組む。10月からは段階的にヤマトホールディングス傘下のヤマト運輸からメール便や薄型荷物の配送業務を受託している。協業の事業規模は約1300億円とされる。ということですから、まあ、ちょっとこれですね、郵便料金、まだですね、84円、85円、とかですね、まあ、この封書で今84円だったかな、というのにも慣れていないし、はがきもですね、今の63円かな、ということにもちょっと慣れていなくてですね、送るときにいちいちなんとなく個人で、間違いのないように確かめてですね、まあ足りなくて送った先に迷惑や負担がかかることがないようにと思うと、ちょっとですね、戸惑ったりするということもあるので、これからまた来年の秋に値上げをするということになったりするというのも一つまた社会情勢かなと思うし、郵便自体が減ると言いつつも、宅配などですね、荷物の物流自体は本当にうんとうなぎ登りということになっているので、その辺配達する、とかですね、受け取るということの難しさということもまた、これからの社会的な課題なんだろうなというふうに感じたりもしました。ということで今日はですね、2025年令和3年の12月19日の火曜日、今日という一日も本当に地味で平凡で、取り立てて大きな変化を感じることがない一日になると思いますけれども、自分なりに 0.1 ミリずつの小さな小さな点を日々打ち続けることによって、やがてその点と点が何かのきっかけで線になることがあれば、大きな変化を体感できることもあるかもしれないし、こうした何でもない平凡な一日を感謝して過ごすことによって心が豊かな生活を体感できるので、今日も一日笑顔で元気よく頑張っていきましょう。それでは。